区の人、地域、世代をつなぐ区民による魅力発信ウェブマガジン、つなごう品川。今回ご紹介するのは、自分たちの町は自分たちで守るの理念のもと、大井の町を見守るこちらのお二人、鴨川清さんと酒井達政さんです。まあ、普段訓練はここにある積載車とか手引きの台車を使って消火訓練、応急救護の訓練とか災害に対する訓練を各分団ごとにやっております。多いだけなんですよ。それはよその人からも聞いてますし、なかなか分団本部っていうのが作れないんで、積載車が各分団に配れないということで、他の団の人はまあある程度羨ましがってるんじゃないかと思うんですよね。災害があった時の対応をどうするか、まあそれも町内の皆さん、地元の皆さんと一緒にやらなきゃいけないことなんで、消防と地元のパイプ役消防団、そんな感じでやっていきたいと思います。昔テレビで放送されていたドラマに、そういう消防関係に憧れまして、消防少年団という子どもでもできるようなものはあるのかっていう探した結果、その大井消防署でやってるということがあったので、そこに入団させていただきました。低学年に関しては傑作ロープっていったいろんな結び方を勉強するしたりとか、基礎的な消防に関する学習を、まず最初に行っております。で、中学年高学年になっていきますと、消火器の基本の扱い方、 DQ ポンプの扱いも小学生の高学年のうちからやらせるようになっています。中学生団員に関しても基本的には救急 AED の使い方や、小学高学年と同じような DQ ポンプの使い方、よりレベルアップしたその学習方法などを勉強しています。来年も行くんですか、消防少年団に。一応行くことになってます。あ、そうなんですか。消防団の方に力入れてもらいたいんですけどね。消防少年団はまあ指導員に任せていて、消防団はもうちょっと防災の技術を上げてもらいたいんですけど、いや、まあ若いうち覚えるというのは若いうちしかないかな。まあ身につければ扱いは簡単なんですから、それだけは覚えてもらいたいと思います。消防団、地元を守るため仕事ですか。まずはやっぱり自分の身の安全を最優先して、そこから自分にできることは何かないかなっていう感じですかね。そうね。それにはもう防災の知識を学ばなくちゃいけない。そうなんです。自助共助って言って自分を守らないと人を守れないんですから、少し勉強、防災の勉強をした方がいいです。俺も頑張らない。もう下げないんだもん。君は頑張んなくちゃ。これからの親は我々若者が守っていきます。頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします。積載車に乗り込む2人の間からは、我が町を守る責任とプライドが溢れていました。次の品川区民戸越の若穂会積載さんです。よろしくお願いします。